さあ今回もレジェンドオブキーパーズやっていきましょう。さあ前回はね、このコンドルと、パセットのモンテのねコンビで大活躍していったと。まあ布がねだいたい10枚つくんで、もう攻撃力が純粋に倍になると。まあこの2人が軸に動いていくんで、かなり簡単かなと思いますね。まあさらにちょっとトレーニングできたらいいんですけど、まあ359、まあ、これはちょっとスルーしとくか。集中訓練はでも欲しいね、可能性として。ああ、オッケーオッケー。出張か略奪か、出張で行きましょう。お、いいね、いいね、いいね。で、技術者は多分足りないかな、お金。275じゃ無理か。これを100で貸します。初期感、あー、これの強化か。しときますかね、じゃあね。被ダメージを 20% を返す。これでしょ。これよ、これ。これだけ。戦いが遠いな。どうしたんだ？え、なに、もうね、最終戦行こうとしてらっしゃる？セラピストじゃ全員あげるか。あれあれあれ。ああ、大丈夫か？お、さらに上がったよと。もう休憩いらなそうだね。500あれ上げられるかな。この罠ね。モンスター強化。まだいいや、流そう。涙もらいます。さあ、もう狙いは特にないんで、アーティファクトいいっすね。アーティファクト行きますか。あ、マスターボーナさんじゃん。悩むな。右にしよう、お金もある。金とマスターボーナスね。めちゃくちゃでもね。ああ。アマゾンと竜騎士。強そう。中衛狙いがいる。中衛狙いが多いしかも。前衛がじゃあ安全域だね。これ難しいね。自然耐性が比較的高いんで、まあ、ですが、まあ、これは出す方がいいかな。非耐性最大のモンスターに脆弱。じゃこいつにしとくか。これ弱点が、いや、アーマー 95% って硬すぎない、こいつ。5% しか通んないんだけど。なんか耐性が高くない、こいつら。めちゃくちゃ大変なんですが。え、これは。え？何の手も浮かばないんですけど。後ろに物理70は効かないもんね。後ろに物理70が効かないから。これはダメージ通る気がしないっすね。一応、一発いくけど。アーマーで体勢下げるペナルティーに影響を受けない。出血を受けない。アーマーが30上昇。はー、オッケーオッケー。罠強化しとけばよかった。ダメージ高いからだいぶ通んじゃん。ダメージ返ると思うんで。これは物理があんま効かないからね。しかも、こいつの攻撃が物理なんで、後ろ残った場合に意味がないが、まあまあ、こいつはいて、中衛が殺されるっていうね、特殊な状態なんで、物理自然か。そう、いないですからね。あー、スイッチを出すけどな、これだ、後ろが一番低いからやれる可能性ある。最初回避もつくんで、まあ狙うか。まあ狙えないか、言うて。これもチャンピオンみたいなもんですよ。事実上の。暗い。一応
いらしいけど、あ、マイナス幅が狭いとダメージが通るのか。真ん中は耐性ラウンド効かないよと。一発くらい耐えてほしいな。OK。やけどがね、あるんで、それが効いてるのは大きいかなと。あとダメージほぼないっすよね。てか、休憩室はないか。一応まんべんなく行ってはいるか。思ったより通ってはいるのかなと。まあ、けどが多いんでね。これどうなんだろう、後ろ前、あ、後ろか。オッケーオッケー。やっぱ前が安全いけどね。後ろが繰り上がってみたいな意味か。あー、出血で死んだ。遅れて首が飛ぶって剣をしまったみたいな。裏へ、よし、100ダメージ。もうここで返すからね、死ぬでしょ。後ろ倒そう、後ろ。なん、まあ、ダメージでいくしかないか。さあ来い。ダメ 20% 返すんだっけ。物付与しておきますよと。7。それ低いもんね。でこいつは70とかあるからだいぶ返るでしょ。30、これは強いよ。16、あ、お前の耐性もあんのかな。こいつは死ぬね。こう進めましょう。やけども通りダメージは返ると。75なんでそんな低いんだろう。死ぬと。オッケーオッケー。帰って死んで、あ、死んだか、こっちも。あー、出た出た、これガーッと。進まない進まない、進めてくれ君たち。ダメだ、でもこれ死ぬんじゃん。よかったね。来た来た来た、あと来た、あと来た。オッケー、終われ終われ、早く終われ。いやいや、終われよ。終われって、おい。いやいや、もういないって。立ってるもない、ないぞ。5回くらいやってると思うんですけど、これをね、ちょっとどうすればいいのかなと。もう負けろと。負けろと言われています。今いい感じに負けろっていうやり方をしないといけないんで、いやー、めんどくさいですね。ちょっと答えが見つからないですね。進めていきますけど、じゃ編成変えて、ここで死なないようにするわけでしょ、殺せるのにね。ちょっとこれを解決したいなと。めちゃくちゃな方法としては、もうボコボコに負ければいいんだよ。ボコボコに負ければこれ死なないんで。とりあえず適当に攻撃はするけど、もう全体あんま狙わないかな。ああ、いい感じに減らそうかなくらいの。まだあんま通ってないと思うんで、半分いってなきゃいけんじゃん。これはいい感じじゃない？半分いっちゃってるかな。ここでダメージ与えないよ、もう。何してるんだこれ今。何がしたいんだ。
勝っちゃいけないゲームですよね。2割くらい残して死なないでくれ。せっかくダメージ返して強いのにね。これはいったでしょ。オッケーオッケー、忖度してる今。お前は死んじゃダメだって。死んだらすまない、死んだらすまない。クソ、早く早く、いいぞいいぞいいぞ。いや本当は壊滅させられるのに。ああ、しかも布与えてないわ。もうこれでボスまで行ったらほんと最悪ですね。あ、四季になるね、その場合。もう四季でしょ、これは。あいつ逃げないんだ。あ、もう変か、編成もめちゃくちゃあって。前を狙うしかないんじゃないか。どうしようか。何したって逃げますよ。いや、こんなんでこいつの士気下げるの本当に嫌だな。そこ今後も警戒が必要だね。弱いし、あ、死んじゃった。え、これでおしまいやるの、もしかして。うわ、無駄な犠牲かけるによ、これはたまんないですね。しかも大したもんないし。これかな。いや、大変な戦いでしたね。うわ、これでこんなに士気削られるのか、たまんないんだけど。ちょ、お金貯め、お金。うん、これを何くれんの。餌やるよ。血を全部あげよう。出張しよう、出張。アーティファクト。スケルトンの目で構成されたはないね。そんなことはないと。そう、この流れで最終戦ちょっと嫌なんで、次回にしようか。この流れが良くないんですけどね。